回は5周年を記念して登場した3つのパーティーハットのうち2つ目となるピンクパーティーハットの入手方法を解説していきます。1つ目は前回の動画で解説しています。ピンクパーティーハット入手方法。日本時間10月9日午前10時に初めて出現しました。このハットは1時間に1度ハブのランダムな場所に出現します。出現するとチャットでお知らせされ、右上にタイマーが表示されます。出現したら5分以内に取る必要があり、5分経つと消えてしまい、次に出現するまで1時間待つ必要があります。最初に入手したプレイヤーはチャットでお知らせされ、他の人が入手したら自分も取れなくなるということはないので、フレンドと一緒に協力して探すのをおすすめします。マウントがあれば便利です。出現場所。10月9日の午前10時に出現したものは、ハブのスポーン地点を左に行って後ろに進んだ建物にありました。海賊船近くの家で、屋根が紫色です。この1時間後の午前11時に出現したものは、ハブのスポーン地点後ろにずっとまっすぐ行って、高台にありました。さらに1時間後の午後12時では、左奥の元の上にありました。さらに1時間後の午後1時では、お城の地下に出現しました。場所を教えてくれた方、本当にありがとうございます。ハットは半径15マスぐらいに近づくとピンク色のネームタグが見えます。5分という短い時間ですが、場所さえわかればどんなに遠くても走っていけると思います。このハットが出現する期間は10月17日午前9時までなので、出現する回数は合計で100回以上あります。ランダムな場所に出現しますが、決まった位置からランダムに出現するので、1日経つと昨日と同じ時間と同じ場所に出現する可能性が高いと思います。1つ目と2つ目のパーティーハットを入手した人は、次に登場する3つ目のハットも入手しましょう。3つ目の紫のパーティーハットは、10月16日午前9時から10月17日午前9時までの24時間の期間内に廃部に参加しましょう。3つのパーティーハットを入手すると、さらに5周年記念ハットが追加でもらえるので、5周年イベントでは合計4つのハットがもらえるということになります。今回紹介したピンクパーティーハットは10月17日午前9時まで1時間おきに出現します。最後までご視聴いただきありがとうございました。